沢口博士が洞窟に入る。カメラマンと照明さんの後に入る。洞窟の中には白骨が転がる。何かで磨いたようなピカピカの白骨が転がる。すると突然頭の上から怖い蛇が襲ってくる。なぜか不思議なことに尻尾から落ちてくる。蛇の攻撃避けると動かないサソリが襲ってくる。サソリの次は毒蜘蛛だ。ヒロシは素手で払い落とす。行け行け川口ひろし、行け行け川口ひろし、行け行け川口ひろし、どんと行け。原住民が底なし沼にはまる。溺れている原住民の顔は笑ってる。川口博士はピラニアに噛まれる。噛まれた素手が突然画面にダイヤアップになる。さらに未開のジャングルを進む。道にはなぜかタイヤの跡がある。ジャングルの奥地に新人類発見。腕には時計の跡がある。こんな大発見をしながら決して学会には発表しない。川口博士の奥ゆかしさに僕らは思わず涙ぐむ。行け行け川口博士、行け行け川口博士、行け行け川口博士、どんと行け。大発見をしてジャングルを後にする。来るときあれだけいたヘビやサソリ毒蜘蛛も癒やしない。底なし沼さえ消えている。行け行け川口博士、行け行け川口博士、行け行け川口博士、どんと行け。